はい、こんにちは、こんばんは。さて、本日はブロニー元レイカーズのサマーリーグ最終戦が日本時間でね、10時半くらいからありました。で、私今これ撮ってるのはまだサマーリーグ前なんですけど、これからね、ブロニーの3ポイント入るまで帰れまてんライブしてくるので、もう次のカットではどうなったか分かってると思います。ブロニーここまで3ポイント15分の0、最終戦だから頼む、1本だけでも決めてくれ。どうなったんでしょうか。ブロニー・ジェームズ・レイカーズサマーリーグ最終戦3ポイント2本成功です。おめでとうございます。いや、マジでおめでとう。やっと1本決まった。結論から言うと、今日の試合ブロニー全体的に良かったというか、ここ5試合の中で一番いいパフォーマンスを残しました。で、何度も申し上げている通り、私別にブロニーが嫌いじゃありません。契約の観点とか色々なところから見て、レイカーズの補強の邪魔にもなってるよねってところで批判はしてきましたけど、別に活躍する分にはね、これから3年間はほぼ確実にいるわけですから、応援していきたいと、いいところはちゃんと言っていきたいと、で、事実も陳列していこうかなと思います。でも早速ブロニーの今日の試合全体の活躍からいきましょうか。まだちょっと僕ライブしてたので、見落としてる部分あったら申し訳ない。コメントで補足してください。今日第1クォーター立ち上がりなんですけど、ファーストゴールをブロニーが決めるんですね、レイアップ。すごくクリエイトしたわけじゃないので、まあごっつぁん的な感じでもあったけど、まあそもそもシュート決めること自体悪くありませんから、ここはいい感じっていうところで、1クォーター結果的にフィールドゴール2分の2で 100% なんですね、全部レイアップ。すごいクリエイトからのシュートってわけじゃないので、ああ、もうめちゃめちゃすごいとはならなかったけど、まあまあいいでしょうぐらいで感じでした。で、第2クォーターもね、途中から出てきたんですけど、ここでようやくスリーポイントね、もう突然でした。キャッチャーシュートではなく、プールアップスリートップの当たりからバシャーン沈めまして、それまでにスリーポイント1本外してたので、この前半終了時点ではスリーポイント2分の1、5試合合計で17分の1本目が初めての成功となりました。本人はね、入れた時にそこまで喜び表してなかったけど、ようやく長いトンネルから抜け出せたというところで、私もライブで素直に喜んでました。ただマジで突然だったからね、すげえ心の準備できてなかった。あと他のフィールドゴールで言うと、フィンガーロールでね、めっちゃうまいレイアップも決めてて、ごめんなさい、どのシュートか忘れちゃったんですけど、もう一本だけフィールドゴール2点外してましたね。前半終了時点ではフィールドゴール6分の4で9得点、3ポイントは2分の1という状態。で、前半終了まででディフェンスでも特に悪いプレーがなかったんだよね。今日のホークスのね、メンツっていうのもそこまでいい人いなかったから、相手のタレント不足っていうのもあるけど、ケイソン・ウォレスの兄なのかな、キートン・ウォレスっていう選手に主についていました。で、彼をオールコートからついてシュートまで行かせないとか、スイッチの瞬間であったり、ローテーションっていうところも良かったので、ディフェンスで今日はね、マイナス点がなかったんですよ。で、3クォーター入ってからなんですけどね、しょっぱなね、速攻でのレイアップミスってしまって、自分のね、足に当たって相手ボールになってしまったんですけど、その時に良くないジェスチャー、なんか心配に言っちゃったのかな、テクニカルファール取られてしまいます。まあまあ、それくらいはね、全然許しますよ。で、3ポイント1本だけ打つんですけど、それは外れてしまって、この時点で3分の1。あとは3クォーター後半、他の選手に変わってしまったので、出番なし。で、4クォーターに行くわけなんですけど、4クォーターですね、残り半分切ったところから出てきます。3ポイント1本ミスってしまって4分の1。まあ、俺的には5分の2決めてくれたらね、40% ですから、いい今日の試合の終わり方なんじゃないかなと思ったところ、すぐに、残り3分47秒のところ、同点にする3ポイントをキャッチ&シュートで決めました。これで本日12得点、初めて2桁乗りましたね、サマーリーグで。で、あとはね、難しいレイアップのショット外してしまったりとかくらいで、ほとんどシュートチャンスに恵まれず、レイカーズもね、終盤競ってたんで、クラッチタイムも出ずっぱでしたけど、まあ、最後はマクセル・リスがほとんどボール持って、レイカーズ1点リードの状態でホークスポゼッションを守り切って、レイカーズがね、サマーリーグ初勝利しました。まあ、ここも何気に嬉しいですね。あんま勝敗関係ねえけど、全敗はそれで後味悪いからさ。他の選手も後で増えるとして、まずブロニーの本日の評価ですね。先ほども言いましたが、3ポイントをシンプルに5分の2沈めて 40% というところは、NBA レギュラーシーズンにおいてもいい確率だと言えます。決めたシュートっていうのも、プルアップ3とキャッチ&シュートを1本ずつというところなので、まあ、シューターからしたら決めたいシュート2本決められたって感じですね。他のシュートはね、前半はね、結構イージーシュート決めたっていうだけで、難しいシュート決めたのはフィンガーロール1本。あとはね、ドライブもやっぱ得意じゃないから、いい形でシュートに行けなかったり、ミッドレンジもちょっと外してたって感じかな。まあ、それ差し引いても、フィールドゴール今日全体で11分の5、45.5% というところで、悪くないですよね。で、ディフェンスですね、今日は本当に全体的に良かった。あえて悪いところをね、荒探し的に上げるとするのであれば、4クォーターにちょっと疲れてたんかな。チェイスが遅れてしまって、相手にシュートまで行かせてしまったシーンがあるので、そこくらいですかね。まあでもそんなん1試合何回かはありますから、全体的に見ると普通に良かったと思います。今日1スティールでスタッツには現れてないですけど、ウィングスパンが2メーター1センチやっぱ長いからさ、相手のボールに対して手出すの上手いですよね。ディフレクションして結局相手ボールになってしまうからスティールに現れてないだけなんですけど、実質的には3スティールくらいしてると思います。ルーズボールとかにダイブしてね、それも相手ボールになっちゃったけど、いいハッスルのシーンもありました。
まあ、他は今日リバウンドは1しか記録してなくて、いつもね意識高くて絡んでるんですけど、あまりなかったっていうところで、普通にマイナス評価だった点としては、やはりハンドリングは未熟ですね。今日もターンオーバーしてしまったり、とりあえず突きはするんですけど全然キープしない、ボール持っちゃうからピックアンドロールでパスを入れれないシーンとかもありました。そう、ここでハンドリングが上手くないと188センチっていう身長で相手と距離を作れないからボールをロストしてしまうし、余裕のある空間と時間を持てないので、いいプレイメイクのシーンが生まれないっていうのが現状のブロニーの課題なんですね。今日レイカーズ控えからクーゼィっていうね白人のスキンヘッドの選手も出てきましたけど、彼だとサイズブロニーと一緒くらいですが、ハンドリングが上手いので相手ディフェンダーからプレッシャーがかかってもロストしないようにボールを逃がすことができます。ただブロニーはそれができない。逆にサイズのあるガードっていうのは、例えばジョシュ・ギディ、ドリブルをつかなくても相手ディフェンスからボールを遠くにやってしまえばロストせずにプレイメイクとか高さを生かしてできるし、逆にサイズのない GP2 みたいなハンドリングができないガードだったとしても、システムにのっとって IQ を使ってハンドオフスクリーンをすればドリブルをしなくてもプレイメイクできる選手っていうのはいますから、現状ブロニーにはそういう能力であったり、今レイカーズもサマーリーグだからシステムが存在しないって感じですかね。うん、だからまあ今このハンドリングだとマジで天井は GP2 だね。本当に彼を目指してほしい。彼もそんなにスリーポイント上手くないし、ハンドリングさっき言ったりできないから、ディフェンス1本で残ってる選手ですから。でちょっと5試合分の総括も後でするとして、今日のね他のレイカーズ選手を軽くだけ触れておくと、まあキャッスルトンはね相手のホークスの選手にあまりインサイドを守れる選手いなかったので、強度低かったから暴れてましたね。なのでねスタッツとかは見栄えいいんですけど、このサマーリーグ系のラジオで僕が何回も言ってる通り、 NBA の強度だと通用しないところもあるから、今すぐにレギュラーシーズンに上げるっていうことはしないかなと。でイースト2世ですね、ポイントガード、今日はスタメンやってましたが、ちょっと彼はきついね。クーズよりハンドリングもできないし、まあシュートの確率もそんなに良くはない。ディフェンスでもファールが多いっていうところで、あまりいいところが見つけられないかな。マクセル・ルイスね、まあ今日もシュート何本か決めたし、ドライブは積極的にやっていたんですけど、身体能力高い割に決めきる技術がないですね。フィニッシュ力が足りてない。アウトサイドね、スリーポイント1本は決めてましたけど、ミッドレンジ含めてやっぱりそこまで確率は良くないですね。サマーリーグ6戦全部出ましたけど、総合的にそこまで目立った活躍もしてないから、サマーリーグと A2 年目の選手ですから、もう少し目立った活躍してほしかったですね。去年それがクリスティはできてたわけですから。で、スタメンパワーフォワードで出てたトラオレ、デビ方があってかわかんないけど、6ファールしてました。ディフェンスはそこまで良くない。プッシュ力はそこそこあるけどね。まあ、彼も NBA まだルーキーっていうところで、G リーグで契約するのかな、じっくりっていう感じですかね。クーズィね、今日2ポイントの確率悪かったですけど、やはりハンドリング安定するし、3ポイントも上手いですね。まあ、サイズ不足っていうところとディフェンス強度がそこまであるわけじゃないから、現状レイカーズのレギュラーシーズンに上げるほどではないですね。ヒンソンも今日10本3ポイントってね、めっちゃ打つよね、この人。6試合で3ポイント44分の14。まあ、メインエイボンが3ポイントですから、これくらい打つの当たり前なんですけど、確率は31%。まあ、乱発系ってところかな。ドライブ力とかは本当にないからね。今年が NBA 初挑戦か。で、25歳になるとしか、じっくりとは言ってられないんですけど、今すぐレギュラーシーズンに上げるほどではないですね。フィジカルはあるけど、機動力ないから、ディフェンスもそんな上手くないしね。41番、オリーバリー、スリーポイント1本決めてただけで、特に光る能力は見つけられなかったかな。27番、バレリオは、まあ、彼もリバウンドは強かったけど、他にいいところはそんなにない。39番、ディアラね。彼に関しては2メーター8センチあって、いいリムプロテクトのシーンあったし、スリーポイントも打てるというところで、すぐに NBA で通用するとは思わないし、彼も今年が NBA 初挑戦の年。まあまあ、G リーグ契約できるんであれば、彼も育ててみたいって感じかな。レギュラーシーズンに上げるほどではない。って感じですね。で、今日は1巡目17指名のコネクトは出ておりません。ここ5戦ね、20得点以上する試合も2試合くらいありましたけど、確率が基本的に良くねえから、まあサマー見た感じ不安な部分残るんだよね。ディフェンスも上手くないし。けどサマーがダメでもレギュラーシーズンにアジャストしてくるっていう、こういうベテランルーキーの選手はいくらでもいるので、まあコネクトは普通にレギュラーシーズンで使うでしょうね。JJ レリックみたいなタイプだから、彼が気に入るんだったらってところもあるでしょうし。で、ライブでもコメントで聞かれてたんだけど、このレイカーズのサマーリーグの選手で、誰レギュラーシーズンに上げたいですかって言われた時に、コネクト覗くんだったら、今日出てないけど、モーゼス・ブラウンかな。まあ、彼はね、次で NBA6 年目の年で、いつまでもこのサマーリーグに出てちゃいけないような年齢ではあるんですけど、218センチでリムプロテクトが期待できる。レイカーズ現状センターのメンツ足りてませんから、2ウェイ枠を開ける気があるのであれば、モーゼスには2ウェイ契約を与えたい。けど、ロスターは待ってるから、ロスター契約は上げれないぜ。ぐらいでしょうね。まあ、サマーリーグに出てる選手っていうのは、ほとんど NBA に数年も残れないような選手ばかりなので、本当に一人でも出てきてくれたら嬉しいっていう感じですかね。はい。ではね、ブロニーの5戦振り返っての評価ですね。今日だけの評価ではありません。5試合でフィールドゴールが42分の12で約 28%。スリーポイントは今日でやっと20分の2になりましたから 10%。平均 5.8 得点。まあ、リバウンドアシストブロックスティールとかちょっと省きますわ。オフェンスで見ると、フィールドゴールが 30% 切ってる時点で全然通用はしてないよね。しかも今日シュート入ってなかったら、まあまあもっとやばかったからな。はい。今日のことは褒めますけど、5戦見たところでブロニーの評価が上がったわけではない。
ないですね。光るものがあればディフェンスというところですけど、IQ であったり、横の動きっていうのがまだ不十分なところがあるので、このサイズ、ハンドリングができない、まだシュートも安定しないってところも鑑みると、ロックダウンディフェンダー級 GP2 級になってもらわなければ困ります。なぜならロスター契約3年上げてるからですね、保証で。で、現状、レイカーズのロスターには似たような役割で、ゲイブ・ヴィンセントとマックス・クリスティがいるので、彼らにも勝っていかないとローテーションには入れません。ゲイブに関してはね、2年後にはいなくなってる可能性ありますけど。まあ言われてる通り G リーグに塩漬けでしょうね。開幕戦だけはお披露目で出してもらえるかもね。経済効果もあるし。ですね。何度も言っておりますが、2巡目55位で、1年目19歳の選手にいきなり活躍するようなことは求めておりません、私も。皆さん言ってますよね。何を期待しているんだと。だが、そういう人に関して、ここの部分が抜けてるし、全然考慮に入れないんですよね。ロスター契約3年保証を与えてるってとこ全く触れない。あれあれあれ、この契約って期待してません？動画出してる YouTuber の方とか、まあ Twitter だけやってる方でもよく見ますよ。別の場所で触れてたら申し訳ない。ただ全く触れてないんだとしたらバカだとは思います。レイカーズが強くなれてないわけですからね、それで。昨日のニュース見ました？ゲイリー・トレント・ジュニアがバックスとミニマム契約したんですよ。本来だったらフルミドル13ミリオン級の選手。しかし市場が硬直してしまっていたので、ミニミドル6ミリオンくらいのオファーしかなかった。けどそこを蹴ってスタメンで出れるバックス勢を選んだわけよ。最低賃金でね。彼にレイカーズが、まあレブロンがね減額しなかったとはいえ、セカンドエプロンを3ミリオンくらい下回るような契約にしてもらって、ブロニーを 2way 契約にしておいて、ロスターが14人で一枠空いてる状態だったら、ゲイリー・トレント・ジュニアが1年ミニマム契約できたんですよ。もしかしたらスタメン確約とか上げれないから来なかった可能性はあるけど、他の FA 選手ミニマムでもう一人取れてますからね。っていうところをぜひ考えてみてはいかがでしょうか。いやごめんなさいね、僕にわかとか言うつもりはありません。新 CBA とか難しいですもんね。でもそこを勉強せずに親子共演だ、ブロニーの経済効果だ、1年目19歳なんて長めで見ようっていうだけの意見話してる人っていうのは、まあレイカーズが強くならないことも我慢してくださいね。僕はレイカーズを強くしたいと考えているので、はい、ブロニー君、全然1年目2年目は活躍しないと思ってます。ただ3年保証もらってますから3年目に化けてください。今年強くなる選択肢を捨てたレイカーズ、あなたの未来の3年後にかけているんだと僕も信じたいです。全くけなしていません。事実を並べただけです。契約について現実的なことを言ってるだけです。まあ極東のね NBA YouTuber からもこれだけ取り上げられてるし、本国だったらもっとすごいんでしょうね。実力以上、本来の契約以上の注目を浴びてしまって精神的に辛い部分もあるイップスになってしまうかもしれないっていうか、すでにそうなってんのかもしれないけど、それだけの契約をもらった以上は答えるのは自分自身ですからね。クラッチスポーツとかレブロンの親心とかは関係ありません。まあ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 、今年に関してはレギュラーシーズン開幕して G リーグでどうなるかってところでまた応援していきましょう。はい、では最後にこの話だけして終わりましょうか。まあ、昨日ですね、サマーリーグを見に来ていて、オリンピック代表に呼ばれなくて若干減らっていたジェイレン・ブラウンさん。なんか会場にいる時のさ、独身術、唇の動き読まれて、ブロニーはプロフェッショナルじゃないよみたいなのがすっぱ脱がれてました。それがプチ炎上してるわけなんですけど、まあクソどうでもいいっすね。もう炎上させる人間が俺は気持ち悪いと思ってるからね。他にやることねえのかと思ってるんで、大したことじゃないんですけど、まあ、ジェイレン・ブラウンさんね、彼も1年目サマーリーグのこのスタッツ、最初の3試合がブロニーよりも若干ひどかったというところで、お前人のこと言えねえだろと言われております。でこれも視聴者の方がライブとかで情報を教えてくれました、ありがとうございます。ただジェイレン・ブラウンっていうのはそこからファイナル MVP を取るまでの男になったわけですから、1巡目ドラフト3位っていうね、ブロニーよりも期待のかかった指名っていうのを答えたっていうところで、言う資格はあると思うけどね。ドラフト上位指名の選手がサマーリーグでずっこけてレギュラーシーズンですげえ良かったっていう例はいくらでもありますからね。去年のブランドン・ミラーとかそうじゃないかな。逆に2巡目指名ドラフト外の選手っていうのがサマーリーグで全然活躍できなくて、その後も NBA に残れないっていう例の方が多いです。ここでブロニーが今後 NBA に残れるような選手になったら、その時に、おい JB、 俺は残ったぜって言えるんだと思います。でもね、ブロニーのバックにはね怖いパパがいますからね。まあ、今後レブロンがオーナーを務めているチームであったり、まあ、何年現役わからないけど一緒のチームにリクルートされることはなくなってしまったかもしれませんね。何やともあれ SNS 社会って怖いですね。 SNS で表明したわけでもないのに、ポロッと雑談程度にサマーリーグで言われた独身術で批判されちゃうんだからね。はい、皆さんも SNS は気をつけようぜ。ただ炎上させるやつが一番クソですから、あんま気にすんなよ。というわけでご視聴ありがとうございました。で今日はですね、朝にも動画一本出してて日本投稿なので、明日は他の動画作りの時間を取らせていただくために休ませていただきます。ショーツは2本出るでね、長尺だけお休みです。まあ基本的に投稿頻度はバカ高いので、もしよかったらチャンネル登録してもらった方がすぐ見れると思います。よろしくお願いいたします。サマーリーグはね、これレイカーズは終わってしまったんで、ちょっと他のチームの試合もありますけど、それよりかはアメリカの強化試合とか日本の強化試合もね週末にあると思います。そちらの方を動画にしていこうかなと思っています。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。